もしかしたらハーフタイムのロッカールームでセットプレーは後半はこれって変えたのかもしれませんね。今はつないでワンタッチボールだ、チャンスだ、シュートだ。これ伊庭選手までボールをつないでロングで流して、その伊庭選手がフリーになったことによってこの中に入ってきましたよね。で、まあ、黒川選手がこれダイレクトでコースのカフェパスみたいな形になって、最後奥野選手を冷静に決めましたよね。ここもワンタッチで崩してきました大宮。そうですね、最後綺麗にインサイドで強い